はい、用土社営業部でございます。弊社会議室よりお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のご案内は2024年10月新刊のご紹介その1ということで5点の新刊をご紹介させていただきます。この動画が書店員の皆様や読者の皆様のお役に立てれば幸いです。それではよろしくお願いします。内視鏡初学者からベテランまで筆啓の大図鑑が登場。高精細かつ高情報量の画像が満載です。美しい画像で見る内視鏡アトラス上部消化管。美しい画像で見る内視鏡アトラス下部消化管。本シリーズは美しい画像にこだわった消化管内視鏡のアトラス。単に解像度が高いというだけではなく、病変が漏れなく観察できるように適切な条件で撮影された画像です。美しい画像を厳選して掲載。疾患ごとの特徴や他の疾患との鑑別のポイントがしっかり理解できます。非常に多くの疾患を扱っていることも本シリーズの特徴。がんのみではなく感染性疾患や炎症性疾患なども含め、頻度の高いものから低いものまで幅広い疾患を解説します。典型例だけではなくピットフォール画像も豊富に掲載。似ているけれど実は別の疾患や見落としがちな病変など紙面で見比べながら学べます。本書では美しい内視鏡画像を粘液の付着、出血、気泡やハレーションを伴わない焦点のあった画像として定義。医学的に役に立ち、なおかつ見て満足できるアトラスを実現しました。こちらは消化器内科ダメの展開をお願いします。大好評、すべての臨床医が知っておきたいシリーズの5作目をご紹介します。すべての臨床医が知っておきたいリウマチ膠原病の見方。多彩な症状を呈すためにどの科でも遭遇する可能性があるリウマチ膠原病。本書は3部構成で腫瘍兆候から鑑別診断にアプローチする新しい入門書。第1部では症状として特に多い関節炎について7つのグループに分けて診断していく方法をとことん解説。第2部では関節炎以外の皮膚症状、がん症状、耳鼻咽喉症状といった多彩な腫瘍兆候からどのような時にリウマチ膠原病を考えるべきかを学べます。第3部は分子標的薬の走行性に着目。この薬剤が効くということは何が考えられるかという点から疾患病態の理解を深め鑑別診断に役立てることができます。関節炎をはじめとした腫瘍兆候に着目し、どのような膠原病が考えられるかを順序立てて学ぶことで可能性のある疾患が整理できる本書。リウマチ膠原病の診断に自信がつくほか、リウマチ膠原病はカラフルな学問であるということが実感できる一冊です。
ちらは膠原病リウマチ棚での展開がおすすめです。救急当直が不安な研修医や非専門医の方に豊富な画像で外固定の手順とコツを解説します。自信を持って正しく巻けるシーネギプス固定主義。本書はシーネとギプスの巻き方をメインに整形外傷に対する外固定主義をひたすら丁寧に解説した一冊。処置の基本となる制服法や包帯の巻き方もしっかり解説します。画像で手順を追いながら大事なポイントを逃さない丁寧な解説。正しい巻き方や手技ごとに適用の外傷、用意するものから注意点、患者指示まで確認できます。研修医、非専門医の方の救急当直での診療だけでなく外固定の手技を確認し直したい整形外科医の方にも役立つ一冊。手技ごとにお手本となるウェブ動画もついてきます。こちらは救急医学棚や整形外科棚、研修医棚での展開をお願いします。最後はレジデントノートのご紹介。レジデントノート2024年11月号、人工呼吸器の設定ドリル。ドリルで人工呼吸管理の基礎固め。11月号では人工呼吸器の基礎と病態ごとの具体的な設定の仕方がしっかり身につきます。前半の基本編ではモード選択や初期設定、グラフィック波形の異常の見抜き方など人工呼吸器の基礎知識を、後半の実践編では症例で臨床での思考をたどりながら人工呼吸器の設定を学ぶことができます。問題を解きながら呼吸管理の基礎力が鍛えられる特集です。研修医が習得すべき技能の一つである人工呼吸器による呼吸管理、ドリル形式で学べる本特集は人工呼吸器の設定や管理に自信がないという研修医の方に特におすすめです。こちらは雑誌棚や研修医棚での展開がおすすめです。はい、というわけで2024年10月新刊のご紹介その1でございました。今回ご案内した書籍は毎月月初にファックスにてお送りしておりますヨードシャーニュースでもご紹介しております。注文書としてもお使いいただけます。ぜひご活用ください。概要欄にも書籍の情報を記載してあります。ご不明な点などございましたらヨードシャー営業部までご連絡ください。それでは全国の書店員の皆様からのご注文お待ちしております。この本欲しいという読者の方はお近くの書店へお問い合わせください。以上、ヨード社営業部でした。よろしければチャンネル登録、高評価の方もお願いします。ありがとうございました。